ニョキニョキニョキ。せーの、ついてるって言ったらついてるよ、ついてるねったらついてるよ、ついてるたまみん、ついてるねったらヘイヘイハウ。あなたの心に火を灯す愛と光の伝道師、ついてるたまみんさんでございますよ皆さん。はい、ライオンマルキングです。ついてるたまみんです。ついてるともみん、ライオンマルキングです。ややこしいです、よろしくね。タッハーつってタッハーの法則、のんたろうチャンネルさんが教えてくれた法則ですけど、タッハーってやると面白いよってことなんで、皆さんもぜひやってみてください。はい、ちょっと待ってくださいよ。よいしょよいしょ。今日のウーパールーパーさんたちはどうですかって、あそこで固まっちゃってますね、三匹さん。こっちおいで、おいでなさいよ。ちょっと皆さん、うん、ダメですね。はい、また来たら移しましょうかね。はい、じゃあ免疫と睡眠の話、睡眠と免疫力の話していこうと思いますよ。うん、僕は睡眠栄養アドバイザーっていう資格をもらいましたが、これは何かと言いますと、睡眠栄養指導士協会っていう協会がありまして、そこの睡眠栄養アドバイザーになったわけでございます。はい、でそこでの資料はね、使っていいよって言われてるんで、全然ね使わさせてもらおうと思ってますしね。うん、で僕の師匠は睡眠栄養指導士の前野博之さんって方なんで、はい、いろいろ教えてもらいながらやっているわけでございますがね。うん、そう、前野さんもね、YouTube やられてまして、うん、なので、あと Facebook もね、そっちの方が、Facebook の方がメインだったかな。うん、YouTube もね、始められまして、そっちの動画もね、後でリンク貼っときますんで、はい、皆さん、よかったら僕の師匠の動画も見てみてください。はい、僕が師匠って勝手に言ってるだけですが、まあいいんです。はい、そうそうそう、だから睡眠と免疫力の話をしようかなと思いましてね。そう、その前野さんがね教えてくれた話で、うん、何かというと、カリフォルニア大学の研究のお話なんですかね。うん、難しく話じゃないよ、簡単な話だよ、から面白い話だから聞いててね。うん、健康なね150人以上の男女に鼻の穴の中にね風邪のウイルス入れるっていう研究したんですよすごい研究だと思わない？ね、私やるとか僕やるって俺やるとかさ言った人がいるんだから、すごいよね。すごいですね、ところジョージですっつってまあいいんですかね。そうそうそう、それでね、何かと言いますと、なんだっけ、飛んじゃった。そう、睡眠と免疫力、そうそう、でカリフォルニア大学の研究で150人以上の男女に鼻の穴の中にね、健康なだ、健康な150人以上の男女の鼻の穴の中に風邪のウイルスを入れたらどうなるかっていう研究。そう、こっち側はチームは睡眠を7時間以上とってる健康チームで、こっち側のチームは睡眠を5時間以下しかとってない、まあ睡眠不健康チームとしておきましょうかね。2つに分けたんですよ。でどうなったかっていうと、まずこの健康な 7時間以上ね睡眠とってるチームは、調べた結果風邪の感染率は 18% で済んだの。うん、なんだけどこっち5時間以下の睡眠の人たちどうなったかって言いますと、健康なのにね、なんと 50% 以上の人が感染しちゃったっていう、そういう結果になりました。うん、だから明らかにもうほら、そういう数値ので出てるでしょ。
18% と 50% 確率で言ったらもうどれだけ悪いのって話じゃない。だから睡眠取んないとやばいよねって思うでしょ。そうだからちゃんとした睡眠をね取っていこうよって思いましてね。うん、僕ほら仕事柄なかなか寝れなかったりとか寝る時間がまちまちだったりとかね、夜だったり朝だったりとかめちゃくちゃじゃないですか。そうでこんなことやってるとやっぱり体壊すなと思ったんですよ。うん、なんでそんな中でもどうしたら睡眠取れたらいいかなと思いまして、で睡眠のお勉強を始めたんです。うん、そして睡眠をね意識してさせたらすごい変わってきた。うん、睡眠取るためにどうしようって考えるようになった。でそうするとちゃんと寝るじゃん、ちゃんと寝るっていうか、うん、まだあの元には戻ってないんですから、その元っていうか睡眠のちゃんとした睡眠のねリズムとかにはなる、まだまだちょっとそこまではなかなか行ってませんが、でもね意識すると変わってきて、なんていうのかな、睡眠をね取ろうっていう自分が出てきて取っているとすごく調子がいいです。うん、体の調子が良くなってくる。うん、元気だし疲れないし、うん、であのネガティブにもならなくなってくる。うん、ネガティブなことが起きてもコロって変えられるようにがようがじゃないようになる。うん、勝手になってきた。そうだからね、うん、何が起きても大丈夫な感じになってきた。そうだ、考え方がものすごくこう明るくなったというかね。うん、ぼわーってしてないじゃない、これ睡眠不足だとなんせ眠たいじゃん、眠たいしイライラするしっていいことないでしょ、頭ぼーっとするしって、運転してたら眠くなっちゃう人が、そういうのが解消されてきます。やっぱだから睡眠って本当に大事なんだなって、睡眠って基本なんだなって、夜は寝て朝起きるっていうのがやっぱいいらしいですよ。うん、そうそうすると体が強くなる。そうだからがんにも強くなるんだよ。うん、ナチュラルキラー細胞ってあるんじゃない、 NK 細胞ってやつ、あれもね強くなるよ。うん、ちゃんと睡眠取れば、取らないとねナチュラルキラー細胞も減っちゃうしね。そうそうです。だってさ、もうそもそもだって健康な男女の鼻の穴の中に風の菌入れて7時間以上の睡眠は 18% しかかかんなかったのに、5時間以下は 50% かかるってことは完全にもう免疫力落ちてるよってことじゃん。だからね、睡眠を皆さん大事に考えた方がいいですよって。寝る時間がもったいないとかっていう、24時間しかないのにね寝てたら時間がもったいないっていう人いるでしょ、あれ違いますよ。寝る時間、寝るために動いた方がいいですよ昼間。うん、じゃないと健康な体は作れませんから。そう、栄養もしっかり取れなくなるし体も不健康になったらどうなります、良くないじゃない。そうでしょ、だから健康で長生きして楽しく生きたいんだったら睡眠はしっかりとった方がいいなと思いました。はい、これ大事だと思います。うん、なので僕は睡眠の勉強してます。はい、睡眠とって、うん、なんかいいじゃない、こう自分の好きなことやってさね、生涯現役でいけたらいいなって思ってます。うん、夢じゃないと思うんだよね、いけると思うんだよね。うん、そうですよ、はい何の話になっちゃったんだ。そうそう、まあ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 、そんなんばいでね、次回はだからあれにしようと思って、あれじゃなくてどうやったらいい睡眠取れるかっていうののまた続きで、うん、深部体温の話しようと思います。また難しい言葉出てきた、深部体温何ですかそれって、深い部位の部、部品の部に体温って書く、深部体温、これは内臓体温のこと、体の中の内臓のね、うん、体温の話なんだけど、これが睡眠にまた関係してくるんで、またそんな話をしていこうと思います。はい、そんなんばいのついてるともみんさんとライオンマルキングさんでした。ライオンマルキングです。どういう喋り方しようかね、今度ね、ライオンマルキングさんもね、これ今僕の代わりに喋ってもらってますけど、ライオンマルキングさんもちょっと喋ってもらおうかと思って、そのうち掛け合いやりたいなと思ってるんでね、
ライオンマルキングです。これちょっと大変だしな、これなら。ネタバラシしどうすんねんつ。まあまあまあいろいろ考えてますんで、はい、そんな感じのついてるトモミンさんでございました。はい、この動画をご覧くださいました皆様に、すべての良きことが雪崩のごとくいきます。すいません、起きます。そんな感じのついてるトモミンさんでした、アンドライオンマルキングさんでした。はい、じゃあ皆さんまた次の動画でお会いしましょう。あとね、ポジティブネガティブの話もしていこうと思いますんで、スピリチュアル系で、はい、スピリチュアル系かどうか分かりませんがね、うん、まあポジティブとネガティブ、あとチャクラの話もなんかもうまたしていきたいなと思いまして、はい、あと今日のウーパールーパーさんたちも、あー、うーちゃん来た、うーちゃん最後に登場してくれた、ありがとう、うーちゃん、あら止まって、あと止まってくれた、あ止まってくれたよ、止まってったらねえ、うーちゃんどうですか、うん、止まっちゃったから、止まっちゃったね、エラーとかペロペロってやってくれると、ああ言っちゃったね、はい、そんな前のついてるともみさんさん、すいませんね、じゃあ次は深部体温の話していこうと思いますんで、はい、コメントチャンネル登録よろしくお願いします、高評価も忘れずにね。じゃあね皆さん、バイバイキーン、ウィンウィン、ついてるね、ついてるついてる、皆さんもついてるついてる。